誰も私たちの名前を呼んでない。早くアビスメアが見たいって感じ。思いっきりアウェイだね。ま、ここアメリカだからね、しょうがないっしょ。っていうわけで、ドアウェイの舞台袖からの生配信でした。本番頑張ってくるね。え、配信してたの？リカ、余裕ありすぎ。怖がってもしょうがないっしょ。この状況を楽しむしかない。それにさ、何気に沙織も落ち着いてない？実は、そうなんだよね。以前だったらこの状況、逃げ出したくて仕方なかったはずだけど。ううん。今だって足が震えてる。でもね、怖いと同じくらい楽しみなんだよね。強くなったね、沙織。クラブラグーンを立ち上げてから、特に肝が据わったかな。うん、そうかもしれない。それにね、みんなが一緒だと思ったら、自然に勇気が湧いてくるんだ。うんうん、私も社長として気合マックスだよ。アメリカのみんな連れて帰ろう、私たちの楽園へ。どうしたのかな、焼き餅焼いて態度でやつ対抗する始末。マーメイド、少なくともアメリカの他のユニットよりはな。本気でアビスメアに勝とうと思って来ているのは日本のユニットくらいなので、本気度が違うのです。まあ、それでも私らの敵じゃねえけどな。死ぬ気で頑張って私らの客を温めとけよ。すごい、無関心だったアメリカのお客さんが盛り上がってる。一瞬でみんなの心を掴んじゃったの。お客さんたちもびっくりしてるみたい。へっへっへー、だったら私たちももっとびっくりさせないとね。サプライズは私の専門だからね。くるみさん、びっくりさせると言ってもいたずらじゃないですからね。そんなのわかってるよ。委員長は真面目だな。委員長じゃありませんから。もうやめてください、こんなところで。こんなところだからだよ。くるみちゃんが言いたいのは、いつも通りでってことだよね。みゆちゃんの言う通りなの。リリリリらしく
お客さんと一緒に楽しむの。なるほど、そうですね。新たな舞台でもやることは同じ。観客の皆様と一緒に音楽を楽しみましょう。皆様ごきげんよう。私たちは日本から来た DJ ユニット、せーの、ミリカルリリーです。アメリカの皆様、準備はよろしくって。みゆちゃん、初めての人も多いし、その掛け声わからないんじゃない？ううん、きっと気持ちは伝わってるよ。皆様、準備はよろしくって。よろしくってよ。すごい盛り上がってる。マーメイドからのつなぎで一気に世界観が変わったけど、それもまたいいアクセントになってる。当然リリリリの可愛いは国境を超えるもん。私たちも後に続かなきゃね。日本のユニットなんて興味ないって空気だったのに、マーメイドとリリリリが雰囲気を変えてくれた。それぞれ自分たちのスタイルを貫いた素晴らしいパフォーマンスだった。私たちも新しく得たスタイルでこの会場を私たち色に染める。フォトンメイデンを世界に知らしめる。うん、アメリカの皆さん、はじめまして。私たちはフォトンメイデン。
舞台袖で踊っちゃダメだよ。だってフォトメイデンのライブ最高なんだもん。自然に体が動いちゃうよ。いぶきちゃん、とわちゃん、とわちゃん、さきちゃん、最高だよ。このままステージに飛び出してしまいたいですね。レイまで何考えてんのよ。さすがに迷惑すぎだし。気持ちはわかるよ。観客も盛り上がりも最高だけど、技術面でもかなりレベルが上がってる。衣装も可愛くなってるし、合同音楽祭で見た時よりダンスもさらに上手くなってます。本気でアビスメアに勝ちに来てる。私たちもティオティオ島での特訓の成果を見せなきゃ。マゴちゃん、それも大事だけど、せっかくの大舞台だよ。最高の舞台で最高の音楽が流れてるんだよ。今は楽しもうよ。そうだね、リンクの言う通りだ。よし、じゃあ飛び入りだ。それはダメだってば。私たちの出番まで取っておいてよね。次は私たちが最高の音楽を届ける番だよ。私たちの番なのよ。そんなに気抜いてて大丈夫？大丈夫だよ、椿。緊張で固まるよりずっといい。ただステージに上がれば本気だよ。なんだよ、葵も燃えてんな。私たちロンドは青い炎、静かなようでとっても熱いのよ。ロンド、始めます。忘れてた瞳は先ばっか見てて、ただ泣きじゃくって。
あの DJ、なかなかの腕だな。はい。ミオ様が褒めるなんて、あれはロンドのミヤキアオイ。日本のユニットどれもなかなかやるのです。エルシンもちょっとだけびっくりなのです。まあこのくらいやってくれないと面白くもなんともないからな。ミオ様の DJ は私だけ。許さない。次はピーキーピーキーなのです。日本の D4 フェスで一回優勝したんだっけか。で、ユニコードがその次だな。奴らはネイルに潰さねえと。ユニコード、ふん、ネオも前に一票取られたの根に持ってたもんな。気になるだろう。別に